シュー Right now。 こんにちは、徳野大輔です。徳スペです。今日はアメージングヌードルということで、住川の柳川さんに来ております。今日のアメージングヌードルはですね、鍋焼きラーメンということで、非常にどんなラーメンか楽しみです。それでは行ってきます。すみません。はい。鍋焼き味噌を一つお願いします。はい、ありがとうございます。鍋焼き味噌、頼んでみます。はい、ありがとうございます。おお、煮えたぎってる。アメージングヌードル。これはもう完全に燃えるパッションですね。これ私 の、 パッションに共鳴するものなんですけど、すごい味噌 の、 ですね、風味がすごくこちらにも伝わってきます。これに乗せていただく感じですよね。はい、そうですよ。こんな感じですよ、ね、これにちょっと麺を入れてですね。麺がどんな麺なんですか。あ、細くて黄色く透き通った麺です。麺がすごい細くてシャキシャキしてます。これ僕大好きですね。すごいこの星がある麺ですね。そうなんですよ、ね、これ中細、中細でもすごい普通なんかね、味噌ラーメンとすごいぶっといやつが感じあるんですけど、これは細くて細いから味がすごい絡む感じがするんですよね。そうですね、うん、この麺が好きで。野菜もいただきますか。中にですね、鶏肉ですね、鶏の肉とあとフグが入って、これフグが好きなんですよね。このフグ懐かしいですよね。なんか私の母親がよくフグにラーメン入れるの好きだったとかっていうことを言ってました。逆じゃないですか。逆でしたっけ、ラーメンに予想してたものと違ったんです。もっとなんかうどんっぽいものになってるのかなと思ったんですけど、皆さんね、コシのない麺を。そう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 、うん、それでなんか多分卵とか入ってるのかなとか、最後ね、それをおじやにするんで、さっきのお客様もしましたでしょ。ということはするんで、卵とネギを入れてまた再沸騰し出すんです。ここにこれ、これそうです、そうです、これ牛乳があるんですよ、これね。全部スープを飲まないでくださいみたいな。これはこのおじやがまたね、皆さん美味しいって言って、なんか楽しみが2つある感じ。そうです、その通りです。鶏の肉は何か。鶏のチャーシューですね。チャーシューなんですか、これ。はい、ちょっといただいてます。鍋焼きなもんですからね、鶏にしてみて。あっさりとして柔らかい、チャーシューっていうよりはなんかまあ鶏の印象が強い感じですね。鶏の印象が強い感じ。甘味噌ちょっと入れてみますか。
うん。これ刺激的ですね。ちょっと僕辛いの好きなんですよね、実はね、うん。冬の寒い時期にですね、私もちょっと今日寒いんですけども、その体の芯が温まる感じですね。冬にこれいいですよね。冬。夏もね、食べに来てくれる方いらっしゃるんですよ。汗をかきながら。すごい暑くてもえ。汗かきながら。いやでもなんかこの辛いの入れてちょっとダイエットチックにもなるんじゃないですか。他のメニューもすごい充実してますね。そうですね、うちの独特のものですね、うん、なんか限定食の味噌担々麺とか、はい、あとあれですよね、これ炒麺、今度試してみてください、炒麺ですよ、炒麺って書いておきながらこの、はい、ライスがラーメンをパスタの、はい、本当にパスタ、まあ、チャーシュー、まあ、普通はベーコンですけど、一応チャーシュー、ラーメンなのでチャーシュー使ってますし、油の方だけちょっとオリーブオイル使わせていただいてるんですけど、それでイタリアでラーメンのタレを使ってイタリアに仕上げてます。カルボナーラなんかやっぱりびっくりします、皆さん。すごいですね、体験したことないのがたくさん出てきちゃうんですね、うん、なんかいろいろこのアイディアを思い浮かべるのって難しいと思うんですよね。アイデアもすぐ浮かぶんですけどね、うん、味が難しいです。あ、その思った通りにならないです。思い通りにはならないです。頭で想定してやつが作るのとでは、うん、実際食べるのとは違いますよね。具現化するのに何回ぐらいかかりますか、はい、うん、あ、やっぱかかるんですね、食作るね、やっぱり僕も曲とか書くんですけど、自分の曲とかわけわかんなくなって、だんだんこれがいいのかまともなのかもわかんなくなってね、それと同じきっと味とかも麻痺してくると思うんですよ、自分でやってて。そうです、うん、これでいいなと思うんですけど、モンジスが食べててこれじゃダメ、出せないなって。なりますよね。それでその判断って難しいですよね。そうよ、だからね、一回ね、分かんなくなったらね、やめちゃうんですよ。やめちゃうんですか。作ること、なんか一食から離れちゃうの。親しい人に出してみるとか、そういうこともするんですけど、でも自分がこれを出してみてもいいなっていう、まではやっぱり一人一人、うん、一人一人に食べてもらうんですけど、だけどそれに到達するまではやっぱり出さないですよね、難しいですから、こんな味とかって言われたら困るんで、だからね、一回ね、ストップしちゃって、ちょっと時間をかけて、置くんですね。そうすると、また新たに考えられるんです。そうです。面白いものですよ。すごい分かります、ね。曲もそうです。そう、もう放置するんですよ、ダメだったら。うん、そう。寝かせる機械いるんですね、うん、だからいくつもストック作っといて、うん、放置して、そうして、なんか2ヶ月か3ヶ月したら意外といいかったりするんですね、うん、そうなんです。発酵してくるのかな、わかんないけど、漬物みたいに。こういうクリエイティブさって大事だと思うんですよね。なんか自由な発想とかしてワクワクしてくるじゃないですか、うんうんうん、考えてる時はね。だから、うちの仕事でよかったの。ああ、もともとそういうサラリーマンだから。ああ、そうなんですか。脱サラってやつですね。脱サラだから、一切もそういう飲食店で、別にスープも自分の取るスープだから、とらわれなかったんですよね。いや、なんか貴重な話ですよね。なんかすごい、まず物を作るって何かというクリエイティブな話ができてるところ、僕はこのラーメンを食べに来てこういう話ができるとは全く。そうだよね。でもだからね、ただラーメンっていうのを本当に思ったけど、こんなに奥が深いものだと思うし、お金を取って人に出すってなるとやっぱり考えちゃうんですよね。いやちょっと体温まりますね、これ。麺を完食しまして、でここにラーメンを楽しむっていう記述があるんです。まず1としては全部ラーメンを食べて、してスープを残す。そうすると150円でですね、卵とじするおじやですか、それがついてくるというですね、このアメージングな感じなんですよ。で僕もちょっと、あ、いいですか、おじゃ。お待ちください。はい、で気合じゃん、熱くなってきて客船に自信が上がってきて、よろしいじゃない。昔ロックスター結構これ入ってたんですけど、最近の人履かないですよね、これ。危ないからね。で、卵入ってますからね。はい、食べてくださいね。混ぜる。
これ第2幕が始まりましたよ、これ、さっき、あ、いい感じになってきましたね、これ。さて、味噌ラーメンの後のおじやというのはなかなかこう体験のしたことない感じですけども、ちょっといただきますか。これはお菓子かな。いただきます。ああ、うーん、おじやのイメージちょっと違う感じで、なんていうんですかね、タレの要素が強くなってるおじやなんですね。おじやってもっとなんかインパクトが弱いものがあるんですけど、これはすごくやはり味噌のインパクトが残っていて、でなおかつこの米との相性はすごく良くて、ちょっとおじやって物足りない感じがすることが多いんですけど、これは全然物足りなくないですね。これ主役ですね、あ、いいと思います。いや、冬にいいですよこれ本当に。やっぱり味結構濃いんですよ、濃く残ってるし、味噌とどうなのかなと思ったら全然合うんですねこれ。そのラーメンのちょっと成分みたいなのが残ってて、それが深みを出してるみたいな。おじやだけ食べたいってお客さんいらっしゃるんですか。おじやだけ食べる、それは営業させていただいてます。これ難しいですね、黙ってしまいますね。これはなかなか苦労の跡がありますね。あ、でもオリジナリティがあること最初やると絶対何か言われちゃいますよね。僕も歌いながら踊ってたら、まず音楽家だと思われないんですよね。お笑いかなんかだと思われるんですよ。自分で曲作ってるってこともわからないんですよ。何だかわかりませんって言われるんですよね。まあ多分 それしょうがないですけど、でこうやってそういうのが好きな島田さんみたいな人もいるんですけど。完食しました。熱い。感想としてはですね、やっぱアメージングヌードルです。でもヌードルだけじゃないですね、これね、米も入ってる。この自体がもうアメージングだし、今お話をいろいろ伺ってたんですけど、すごいクリエイティブなお話ができたんですね。この何かを作るっていうことはすごくクリエイティブなことで、これを思いついたこととか、これを言った過程とかっていうのが多分ね、自分のプラスになるんだなと思って、これを食べてちょっと僕は励まされた気がします。もちろん僕は頑張ろうと思います。本当にちょっと一回ちょっと柳川さん、米焼き味噌ですか、まあ、醤油も塩もあるんですけど、本当は塩もおすすめだと思うんですけども、こちらの方ですね、また一度来ていただければと思います。今日は特スペ、アメイジングヌードルでした。